で、借金は悪だっていうのは絶対その頃に作られた道徳です。会社始めるんだったら1000万ぐらい必要だな、借金すればいいです。レバレッジをかけて、手持ちのお金が100万円だったとして、1000万で会社を作って、初年度500万円の利益が出たら5倍じゃないですか。でも100万円銀行に預けても101万円にすらなるんですよ、1年経って。バカバカしいったらありゃしない。借金した方がいいに決まってるじゃないですか。人生は有限なんです。夢を叶えるために貯金しよう。20代の5年間、40代の5年間全然違いますから。そもそも貯金という考え方が一般化したのは、例えば日本国民っていう縛りで考えると、太平洋戦争なんですよね。太平洋戦争って、やっぱり日本の総力戦って言われて、日清戦争とか日露戦争の頃って、戦費を何で賄ったか。主に酒税と国債で、国債というか外債で賄ったんですね。はい、日清戦争とかほぼ多分酒税なんですよね。で、酒税というのは明治政府のものすごく重要な収入源だったんですよ。明治政府っていうのは、江戸幕府から日本国の運営を引き継ぐわけですけれども、江戸時代はもちろん幕藩体制で藩ごとに財政ができてきて、そこから上納金、参勤交代とかいろんなもので幕府に対してお金を納めてたような感じの仕組みになってたんですけど、それが中央集権国家になって徴税をしなきゃいけないんだけど、もともとね藩主がいてそれぞれの藩で徴税をやってたわけだから、なかなか租税制度を浸透させるにすごく時間がかかってて、明治政府としては取りやすい財源が必要で、それが酒税だったんですよ。で、当時の酒造はやっぱ灘とか伏見とか、特に灘なんだけど、灘とかに集中してたんで、大手の蔵がお金取りやすいんですよ。そこ行って軍事力を使って、お前ら納めなかった、お前潰すぞみたいにして、まあヤクザと一緒ですけど、で、まあ国っていうのは合法的なヤクザですから、ある意味お金を取り立てると。だから未だに酒税っていうのは明治政府の流れで日本政府の中ですごく重要な財源として位置づけられてて、やっぱ世界でも一番厳しいんですよね、酒税って。例えばスペインとか行くとシードルとかって無税なんですよ。ああいう醸造酒のアルコール度数が低い 5% 未満とかのやつはアルコール酒税かけないんですよ、ね。もちろんスピリッツ系アルコール度数の高いものに対して蒸留酒とかにはかけるんだけど、醸造酒はかけない国とかも結構あったりとかして、でも日本はきっちりビールにもドブロクにすらちゃんと税金がかかってます。それはそういう歴史的な経緯。日露戦争の時とかは日英同盟とかもあったりして、例えばイギリスに対して国債を買ってもらったりとか、イギリスの投資銀行みたいなところに国債を買ってもらったりとかしてたんですね。結構返済負担とかも大きかったんですけど、まあでも外債を買ってもらえたんだけど、太平洋戦争ってもう要は世界戦争じゃん。イギリスとかアメリカっていう世界の金融の大きなところを抑えてる国と戦ってたんで、戦費の調達ってできないんですよ、外債ベースでも。ドイツとかイタリアを同盟結んでて、ロシアも半分敵国みたいなもんだし、中国も一応日ソ中立宣言とかあったんだけど、ずっと仮想敵国。お金の調達ができないんですね、外国から。日露戦争の時はできたんですよ、ロシアの脅威っていうのはイギリスも同じだったんで、日本を応援するっていう立場でも債権を買ってくれたんだけど、ただ太平洋戦争の戦費調達は国内から行わざるを得なかったんです。だから総力戦といったり、最後はだからほら配給制に変わって鉄とか金属を全部こう徴収するみたいな、鍋を出すみたいな、最後はもうそんな感じになっちゃうんだけど、その前の段階でやっぱ1930年代ぐらいから郵便貯金とかはすごく、なんでこんなにキャンペーンをやったかっていうと、戦費の調達のためです。国民から調達してたんです。だから貯金はいいことだっていう、多分そこがやっぱ1940年体制とかって言ったりするんですけど、それ以外にサラリーマンみたいなやつとか、いろいろな今にまでずっと影響を及ぼしてるような制度って、だいたい戦時体制の準備の時にできた制度が多いんですね。戦後じゃなくて戦前からそれは始まってて、それ最たるものが郵便貯金。だから僕は子供の頃、郵便局の人がお年玉が出た直後ぐらいに貯金袋みたいなの持って貯金しなさいって来てましたからね。僕は子供の頃40年前とかありましたね、そういうのは。ずーっと続いてたんです。だから例えば住宅ローンとかが、みんな住宅ローンやったりするじゃない？あれも所得倍増計画っつって GDP を倍にするみたいな。で、その時もどうやって所得を倍増させるかっていうところで、建築業界とかそういったところが潤うように家を35年ローンで買いましょうっていうキャンペーンだった。そうすると銀行は35年間ずっと金利がもらえる、顧客も確保できながら、じゃあ庶民が誰もが何千万もする家を買うわけですよ、だその場で売り上げ立つじゃないですか、建築業者に。そう、そうすると GDP なんか簡単に倍になるんですよ、
倍どころか何倍にもなるんですよ。 その人たちの方でお金使うから内心を潤って、うん、すごくそれをその時からずっと住宅を建てることが庶民の夢ですみたいな。その後今度自動車ローンでやるんですけど、だからそれ国策なんですね。国の産業を維持するためにこれはいいことなんだよってキャンペーンをやるんですよ。そうなんです。でもそういうもんなんですよ世の中。だから今の皆さんが貯金をするっていう考え方、貯金は当たり前でしょっていう考え方はほぼその戦費調達、太平洋戦争の戦費調達のための郵便貯金が多分元になるんですね。危なんかやるやつはなんか博打しなぐらいな感じで言われてるじゃないですか、だから全然そんなことはなくて、昔はどっちかっていうとなんか借金は悪だとかね、庶民に対しては借金が悪だって言いながら、実はだから銀行とか郵便局からするとこれ逆なんで、銀行のバランスシートって逆なんですよ。バランスシートっていうのは貸借対照表って言うんですけど、貸し型借り型って分かれてて、はいはい、で大体資産の部に現金とか銀行預金って左側ですね、うんうんうん、で右側の上に負債って言って借金、長期借り入れ金とか短期借り入れ金、その下に資本ってあるんですけど、うん、これ実は銀行のバランスシートって逆で、預金が借金右側にあるんですよ。お客さんから預かってるから負債なんですよ。資産の部の方に貸付金があったりとかするんですよ。要は銀行は庶民から借金をしてるんですよね。だから要は巨額の資金調達をするための仕組みなんですよ、個人が。だから要は僕たちは貯金してるっていうのは銀行に金を貸してるようなものなんですよ。でこういう今超低金利時代じゃないですか。 0.01% とかで銀行に貸してるんですよ僕たち、お金を。バカみたいな話じゃないですか。だったら自分で事業とかやった方がいいんですよ。自分で商売やった方が全然利回りいいから。でなんといっても借金ってチャランできますからね。昔俺歴史の教科書で特性例って見て、元寇ですか、元がモンゴルが攻めてきた時に御家人とか旗本、御家人、あ、違う、御家人か、なんかほらいざ鎌倉っつってさ、あの武士たちがさ、はい、みんな駆り出されて行くわけですよ、元寇の対策に。でその時にみんなやっぱり全国から駆けつけるんでお金かかっちゃって、武士たちが困窮して借金返せなく首回らなくなっちゃったから、特性例っつって借金帳消しにするぞって、あれって今は普通に制度としてあるわけですよ。自己破産したりとか、会社だったら民事再生法とか会社更生法ってのがあって倒産したりとかできるんですよ。そしたら借金チャラになるんですよ。もちろんチャラにした後ちょっと銀行のカードが作れない、借金ができないとかペナルティーはつくんだけど、別に人権を奪われるわけでもなく普通の市民生活はできるし、必要最低限のお金は現金は残せるんですという制度だから、チャラにできる制度あるんですよ。特性例カードは別に普通のカードなんですよ。なので別に失敗してもゼロに戻るわけなんですよ。だから借金した方がいいんですよ。で借金は悪だっていうのは絶対その頃に作られた道徳です。国が作り出した道徳です。会社経営では当たり前なんですけど、レバレッジを効かせる、レバレッジってのはテコの原理ですね。じゃあ手持ちの資金が50万円100万円ぐらいだったら、まあ普通の人で用意できるじゃないですか、会社始めるんだったら1000万ぐらい必要だなって言ったら借金すればいいんです。で借金の制度もいろいろあるんです。公庫の融資とか信用保証協会の保証制度とか、会社を作りやすい制度っていっぱいあって、そこで1000万ぐらいだったらどんな人でも借りれるんですよね。それでレバレッジをかけて、手持ちのお金が100万円だったとして1000万で会社を作って、初年度500万円の利益が出たら5倍じゃないですか、元手の5倍になるわけですよ。100万円銀行に預けても101万円にすらなんですよ、1年経って。バカバカしいったらありゃしないんですよ。消費者金融で借りても上限金利 15% ぐらいですよ。カードローンで借りてもそんなもんですよ。昔はもうすごかったんですから、金利 30% とか 50% とか 100% とかの時代もあったわけですから。今 15% ですよ。18% ぐらいかな、ほんとマックスそんなもんですよ。 10% 台ですよ、どんな借金しても。だから借りた方がいいですよ。個人だってカードローンの額何十万ぐらいってあるじゃないですか。借金した方がいいに決まってるじゃないですか。人生は有限なんですから。貯金してたら ね、よく言うじゃないですか、夢を叶えるために貯金しようみたいなこと言うんだけど、5年間貯金しました、1000万貯金できました、なんか始めようっていうのと、今100万しかないけど900万借りて1000万の仕事始めようって5年得するわけじゃないですか。5年間でやれることっていっぱいありますよね。特に若ければ若いほど体ね、元気だし自由聞くし、20代の5年間とやっぱ40代の5年間全然違いますから。でもね、こういう話をすると怒られるんですよね。